わけで次のページを。腕毛見せつけやがって、かっこいいじゃねえか。遅れてきたのかな。ほら、沢木。はい。何か言うことがあるんじゃないのか。ああ。そういえば、ここでは挨拶が必須だったんでしたっけ。おはようございます。な。違うよ、それ渡るルールだよ。今何時間目だと思ってるんだ。さあ、なんで遅れた。それって先生に言わなくちゃいけないことなんでしたっけ。ま、当たり前だ。とりあえず行った方がいいよ。それじゃあ寝坊ってことで。それじゃあ寝坊でお願いします。はい、わかった。そうか、寝坊か。春眠暁を覚えずとはよく言ったものだ。はい、本当にそう思います。ならきちんと目を覚まさせてやろう。グランド実習生理中にしとけばよかったか。何？授業時間が終わったら褒めんじゃないぞ。ちゃんと実習するんだぞ。次の授業にずれ込んで、そちらでもまた遅刻扱いされたら。されたくなかったら一生懸命走り。そうですか。どうすんの、走るの。だ、授業を再開するぞ。あ、ケツアゴだ。渡るが悪いんでしょ。渡るがムカつくからいうこと言ったんだよ。それじゃあ次を星野。星野、お前聞いてなかったのか。43ページの最初から読むだけだから。渡る？おい星野。え、43ページだよ。たっ、まったく2年はどいつもこいつも。こうって行くの？走ってんのか。いいのに走らなくて、つうかブルマーだな。これ2006年のゲームなんだって。2006年って ブルマだったの？短パン？短パンになったんじゃ なくて？走ってる。お疲れ様。頑張ったね。渡る出てっちゃダメだよ。渡るがうざいからさ、ああいう態度取ったんだよ。さて。ほら。ほら、嫌な気分になっちゃった。
これ渡る、やだ、ムカつくもん。嫌われてんだよ、渡る、この子に。ほら、嫌がられてる。見てたわけ。不覚。一生の不覚。そこどいて。何よ。ちょろっとないよ。私が走ってるとこずっと見てたわね。やだね、キモいね。どこここ。いや、本当だって。だから俺、例の噂だって信じたからな。何屋さん？ああ、お前の6番目の嫁ってやつ。いやまあ、ちと早いとは思ったが、愛する7人の暴走はいつの時代も止められないのかと。ペンション。か、ペンションのお兄さんなんだ。犬小屋があったね。注文は？お客様、何中生って生中のこと？当店では未成年等おぼしき方に酒類を販売する際は年齢確認をさせていただいていますが、かしこまりました。少々お待ちください。腕出してるんだ、オーナーさん。脇毛剃ってんのかな。最近あの子よくうちに来るぜ。晩飯食いに。お前らもう別居中？倦怠期？あ、転校生、ここで飯食ってるんだ。ずいぶんと飲んでただろう。送別会がお開きになった後もさ。正文も持て余したみたいで、お前寝かしたまま先帰っちまってさ。しょうがないから奥に寝かせとくかって思ってたら、そこにあの子が来たわけよ。へえ、送別会でぐでんぐでんだったんだ、主人公は。え、高校生に酒出したんだ。あの子が二人揃って消えててな。へえ。棚から酒が数本。で、まあ俺はやるな、渡る。お前に教えることはもう何もない。あ、こっからお酒持ってきたんだ。伝える死の心境に。俺は6人もの女を同時に嫁になんかしたことはないぞ。しかも海ちゃんは当然としても、あの直子ちゃんやさえり先生までとは、お前の解消には呆れるばかりだ。え、海ちゃんはやだ。めんどくさいもん。別に海ちゃん悪い子ってわけじゃないけどさ、ああいうのは面倒見のいいタイプの男の人に任せとけばいいと思うの。店にいる時の感じだと、適当に生きていきたい人は海ちゃんみたいな子ダメだよ。正しいけど礼儀正しいし、ちゃんと面倒見きれないよ。なんか取っかかりが悪かったんじゃないのか。
お金つけて飲んでるのか主人公は。お前のせいだけとは思わないけど、お前も原因の一端のような気がするな。だいたいお前は初対面で彼女に気に入られてたはずなんだ。それがこうなってるってのがまずおかしいだろう。うん、うざいのがバレた。お前どうやって彼女を自分のベッドに誘った？わざわざ玄関を避けて窓からよじ登ってまでお前の部屋に転がり込んだんだぞ彼女は。しかもかなりの雨だったのにだ。自暴自棄にしちゃ随分と前向きだと思わないか。酔っ払ってたから覚えてないっぽかったよ。そこに掛け違えた一番上のボタンがあるんじゃないかと俺は思うんだけどな。あ、ビールグラス効果だ。お前酒飲んでたからいい男に思ったけど、酔ってない状態で、酔ってない状態で見たらなんか全然全然だったみたいな、ゴミだったみたいな、そんな感じなんじゃない。あの日多分お前らは一瞬分かり合ったはずなんだ。それをお前が台無しにした。違うか。うん、渡るが悪い。両方が悪い時は男の方が謝るもんだ。なるほど。いずれ両方が気持ちいい時に女の子の方が喜んでくれるさ。なんなら俺が間に入ってやってもいいぞ。まあ成り行きとはいえお前らの最初の出会いに一枚噛んでたみたいだし。え、脇毛生えてんのかなこの男。ああ今度彼女が店に来たらお前の携帯に連絡。たったい。うわあ、渡るくん、渡るくん、渡るくんだ。どうしたのねえねえ。え、この子のお家なの？もう君のことなら何でも知ってるよ状態。三田村茜、10歳。ちょっとしゃいで気になる男の子にろくろく話しかけることもできない。10歳？14歳？どこにでもいる転校生。転校生。あかね、お前なんで渡るとそんなに。あかね、呼び捨て。ちょっとお兄ちゃん、私は渡ること。あ、兄弟なんだ。ここからちゃちゃ入れないでほしいな。三田村隆史20歳。かなり軽薄。妹がはるばる海を渡って訪ねてきた日も、部屋入ったらいきなり女子大生の観光客を捕食してる最中だったりする。あり地獄かな。え、客食ってんの？そんな日常の話はどうでもよくてだな。客食ってんのが日常なんだ。ていうか、今まで気づいてくれなかったことしない。それで私の気になる男の子の血を独占しちゃうんだから、罪な男だよね。あかね、今のセリフどういう意味だ。ここじゃ愛の語らいの一つもできやしない。というわけで渡るくん、後で外で落ち合おう。私今から着替えてくるからね。待て、あかね、お前渡るとだけは許さんぞ。だいたいこいつは見た目スケベでガツガツしてるくせに、その本性はドスケベで血に飢えた狼も格やという。やだな、お兄ちゃんってそういうとこ感じ悪い。転校先に馴染めずに心細かった妹にやっとできたボーイフレンドを祝福できないなんて恐竜。だから俺は男友達が悪いなんて言ってないって。ただ渡るみたいにいい加減で軽薄な男には大事な妹は任せられんと思ってるだけで。へえ、やだよね。なんか渡る、じゃあ続きは次回やろうと思います。ご視聴ありがとうございました。